麻無井駅は、大分県西市上浦大和麻無浦にある、九州旅客鉄道日本本線の駅である。当駅は、九州最東端の駅である。また、旧上浦町にある、唯一の鉄道駅でもあった。島式ホーム一面二線を有する地上駅。駅舎は相当古いもので、出札業務を受託している、商店券住居が入っている簡易宅駅となって、 いたが2012年5月31日限りで委託廃止され自動券売機が設置された。入り口正面に向かって右側が待合室、左側が駅事務室を改築した店舗兼住居となっており、窒息等の扱い窓口があった場所から行き来ができるようになっている。改札口からホームに行くには柵で仕切られた線路脇の道をしばらく歩き、 さらに湖線橋を渡ることになる。以前は改札口からすぐ線路を渡り、ホーム端の車路を登るようになっていたが、電下と同時期に湖線橋ができて柵が張られ、今の様式となった。改札正面の柵は観音開きの扉となっていて、郵便の積み下ろしを行っていた頃は、荷物台車の出入りの際などに駅員が融通を聞かせて、 乗客の乗降の便を測ることもあったが、郵便車もなくなった今では施錠されて開くことはない。ホームは、両側車路の高さ7 6 0ト、mm、ルのホームで、無人化される以前に、中央付近は9 2 0ト、mm、ルにかさ上げされた。ホーム上は一部アスファルト舗装をしてあるが、大半は砂利を敷き詰めてある。改札を入ると、屋根はなく、ホーム上では、 古戦橋を渡った先にある畳一畳ほどのブロックで囲われた待合所に屋根があるのみである。ありがとうございます。